両ブラウン管叩けば治るというのは前時代的な発想だが、いいだろう。どう見ても前時代的なテレビだからな。何だったんだ今のは。子供が描いたようなネズミの絵だったか。イリスが描いた。いや、今の時点では何とも。捜査を続けよう。いろんなものが置かれているが、全身が リボルモデルガン。ああ、わかった。やはりこのままでは意味がなさそうだ。銃弾か。全身が撃つ。鏡。お前ごとき。ならな。変態じゃな。ほら見ろ。何。いろんなものが。ああ。おいおい。ちなみにニトログリセリンは軽い衝撃でも爆発。案外いろんなものが置かれたためだ。残り4分を切ったわ。いろんなものが置かれた。なんだなんだ。爆発はその影響でまた部屋の様子が変化したよ。危険な夢だ。アナログなテレ。ダメだ。手術。手術？フリで。フリ？何かの。
また何か増えてるぞ。調べてみるか。3分を切ったわよ、伊達くん。ただのロッカーだ。ミシシッピーだったら刺さって死んでたぞ。何のためにこんな仕掛けが。他には何も入っていないようだが、ナイフの方も調べてみるか。ああ、そう。ロッカーから飛び出してきたナイフだ。これ以上は押し込めなさそう。ロッカーから。こうか。我差点选切腹。今度はドラム缶。分かりやすくなってきたな。私にはさっぱりだが。まだリモコン。リボルバは？いいパンチだ。ありがとう。だが私のいいパンチ、無駄に使ったのは時間だぞ。残り2分もないわ、伊達くん。ドラム急ぎなさい。ダメだ、全く取れそうに。まあ、ドラム缶だ。これ、床と一体化しているのか。何が入ってるんだろう。さあな。ドラム缶だ。
そういうことだ。銃弾？あの銃に。あと1分よ、急いで。リボルバーだ。さっき取った。よし、いけそうだ。一体何だったんだ。私たちもモニですが、まあ夢というのは必ずしも。じゃあ、もしかしたらイリス本人かも。その可能性はあります。昨日も言った通り、シンカーは対象者の夢を客観的に。だとしたらイリスは前に瀬島とどこか。そういえばさっきのソムニウム、国会議員の瀬島が出てきたわね。で、人影と瀬島はキスを。あれは現実に起こったことなのか。そうとは限らないわ。伊達くんだって芸能人や AV 女優とキスする夢ぐらい見たことあるでしょ。前者はあるが後者はない。本当に？ま、とにかくそういうことよ。夢は確かに記憶によって構成されるものですが、その記憶の中にはテレビや映画で見たものも含まれるんです。つまり仮にあの人影がイリスだったとしても。お前がチューって言うな。なんでだよ。じゃあイリスと瀬島に面識があるかどうかもわからないってことか。ええ、何しろ瀬島は著名人ですからね。テレビやネットで見ただけという可能性も。伊達さん、そろそろイリスが目覚めそうです。わかった。突然薬で眠らせるなんて、警察って思ってたより乱暴なんですね。この部屋に来る前に同意書にサインしただろ。無理やりサインさせたんじゃないですか。それよりイリス、聞きたいことがある。したんですか？少し頭の中を覗かせてもらっただけだ。頭の中？夢？シンクの対象言わなくても。ええ、名前と顔なら。でも会ったことは。本当か？私ただのネットアイドルですよ。政治家の人と面識なんて。イリス、
もう一度聞かせてくれ。太田から送られてきたナイルにあった言葉は。僕は絶対あのことは黙ってるから。あのことってなんだ。わかりません。オータンが勝手に書いたものなので。オータンに直接聞いてください。アイボ、オータンの携帯は壊れてたはずだが、イリスにナイルを送ったってことは。オータンは昨日秋葉原で新しい携帯を購入している。番号は同じだな。ああ、かけてくれ。繋がったぞ。伊達だ、どこにいる。おい太田、聞こえてるんだろ。家だよ、家にいる。わかった、すぐに行くから待ってろ。アセトンちゃんまだ警察にいるんだよね。ん、僕から話が聞きたいならまずはアセトンちゃんを解放してあげて。刑事訴訟法第198条、被疑者は逮捕または拘留されている場合を除いては出頭を拒み、または出頭後いつでも退去することができる。アセトンちゃんは被疑者じゃないけど。223条によると、被疑者以外の参考人についてもこれは準用されると書いてあるよ。アセトンちゃんに逮捕状は出てるの？出てないよね。じゃあアセトンちゃんを解放しないと法律違反ってことになるけど。これは取引だよ。僕から話を聞きたいんでしょ。だったらアセトンちゃんを僕の家まで連れてきて。そしたら知ってること全部話すから。ああ、なんか無性に腹立つな、あいつ。で、どうするんだ。くそ。イリス、一緒に来てくれ。これから松下食堂に向かう。もしかして今オータンと喋ってたんですか。うん、テレパシーみたいなもんだ。俺にはそういう特殊能力があるんだよ。さあ、とにかく行くぞ。アセトンちゃん。オータン、ありがとう。おかげでこうして。まったく、警察だからって何をしてもいいわけ。そんなことより約束守っ。うん、買ったよ。昨日秋葉をぶらついてる時に。アセトンちゃんが無事かどうかハラハラしてたよ。エロ同人みたいなこと伊達さんがしてるんじゃないかと思って気が気じゃなくて。私が左の眼下にいる限り。いなくてもだ。奥の居間にいる。テレビでも見てるんじゃないかな。そうか。っていうか、そんなこと聞きに来たの。さてと、それじゃあ聞かせてもらおうか。あのことってなんだ。あのこと？とぼけんなよ。お前がイリス宛てのナイルに書いた言葉だ。それは。伊達さん、ちょっといい？ん？カウンターの隅に写真が置いてあるでしょ。ああ、置いてあるな。その写真、よーく見てもらいたいんだ。写真を？そう、写真を。頭がガンガンするぜ。今何時だ。日付が変わって
月曜日の午前2時50分、お前は5時間近く意識を失ってたことになる。やったのは太田だな。ああ、間違いない。中華鍋でお前の頭を。あの野郎。わからないが、あの後イースを連れて。どうしてわかる？お前が意識を失った後も私は目の前の光景を見てたんだよ。その時の映像を記録してある。見てくれ。アセトンちゃん待ってて、今車取ってくるから。この魔女、うちの太田に近づかないでおくれ。どうして追跡しなかった？え？俺の目から飛び出して太田を追いかければよかっただろうが。仕方ないだろ、出られなかったんだ。太田に殴られた衝撃で可動部分の回路がショートして。伊達、ボスからだ。まいった。伊達君、落ち着いて。今犯人、とにかくアドレスは。犯人が相棒特定し、高等区いいから。それよ、アンアン。はい、大丈夫か？伊達さん、犯人は裏口から逃げた。待ってろ、すぐに助けが来るからな。还不睡哦。大丈夫だ、イリスは生存中。救助隊も間もなく到着する。伊達、犯人を追え。分かった。犯人の足取りは依然としてつかめてないわ。倉庫内に設置された監視カメラにも犯人らしき人物の姿は全く。おそらくカメラのない裏道を通って逃げたんでしょうね。あの白熊の着ぐるみを着たまま途中で脱いで海にでも放り込んだんじゃない？何か重りになるようなものを詰めてたんだとしたら。二人が搬送されたのは中央病院。太田の手術は無事に終わって、今は術後の処置をしてるところ。命に別状はないそうよ。でもイリスの方はまだ。手術中か？ええ。イリスは左の眼球をくり抜かれている。言うまでもなく視神経は脳と接続しているわけだから。もちろんしたわ。瞳は病院でイリスの手術が終わるのを待ってるみたい。真由美の方は？同じく病院にいたんだけど、太田の方は手術が終わったから。それで着替えやら何やら太田の入院に必要なものを自宅に取りに戻ったそうよ。
伊達、真由美は夕べ、太田とイリスの後を追って店を出ている。もしかしたら、彼女。ああ、真由美から一度話を聞いてみるか。まだやってる最中だけど、これといって重要なものは。伊達君、相棒、もう一度あの倉庫に行って調べてきてよ。あなたたちなら何か有効な手がかりを見つけられるかもしれないし。そういえば昨日イリスのソムニウム世界に出てきたわね。だがイリスは瀬島に会ったことはないと。じゃあ瀬島の方に確認してみたら。瀬島の家は確か麻布だったな。行ってみるか。そのことなら相棒に聞いてくれる？ああ、すでに調査済みだ。沖浦水産は沖浦レンジの。やっぱり今全員本庁の方で事情聴取を受けてるわ。順番待ちの列は長そうよ。だったら水木から話を聞けばいい。そっか、あいつも一応沖浦家の一族だからな。ていうか、そういえばなあボス、昨日あれから水木のところに誰か向かわせてくれたか？まったく今さら聞いてくるなんて呆れるわ。大丈夫よ、新人の女性警官に保護させたわ。でその後伊達くんの家に連れて帰って。い水木は自宅か。相当おかんむりだろうな。黙ってあの怪獣の店に置き去りにしてきたわけだから。それじゃあボス、俺は捜査に。ええ、行くぞ。はい、了解だ。夜行生物。なあ水木、それそろそろやめてくれないか。聞きたいことがあるんだ。わかった、悪かったよ。実は昨日あの後暴力団の事務所に行ったんだ。熊倉組、沖浦とつながりがあるってマーブルのママが言ってただろ。それでいろいろと話を聞きに。だが小6のお前をそんなところに連れて行くわけにはいかなかった。だから。私、暴力団なんて怖くない。そんな連中3秒で息の根を止めてやる。物騒なこと言うなよ。あ、それ性差別的な発言。そんなこと言ってるからモテないんだよ。俺はモテる。嘘つかないで。この4年間彼女がいた気配なんて一切なかったし。俺の彼女はくの一なんだ。はいはい、で聞きたいことって何？昨日マーブルまでお前を迎えに行った女性警官は？帰ってもらったよ。定期的に連絡するから心配しないで。そっか。何そのがっかり。もしかして彼女目当てでここに来た？別にそういうわけじゃ。貧乳だったよ。あ、伊達はむしろ貧乳がタイプか。巨乳も好きだ。もうなんだな。沖浦水産はおじいちゃんが作った会社だけど、パパとは何の関係もないと思うよ。17年前におじいちゃんが亡くなってから沖浦家とは何の関係。午前3時の動画ネットで見てたから知った。ウォータンすごいよね。ちょっと見直しちゃった。
太田の手術は無事に終わった。イリスの方は、だがきっと大丈夫。イリスの手術も成功するさ。何の根拠もないのにそうやって楽観的なこと言ったてのいいとこだと思う。え？私もイリスの手術は、私が生まれる前に死んじゃったから私は会ったことないんだけど、でも話だけはパパから聞いたことがあって。どんな話だ？おじいちゃんがひいおばあちゃんのお腹の中にいるとき、ひいおばあちゃんを乗せた客船が嵐に巻き込まれてナンパしちゃったんだって。その時ひいおばあちゃんは臨月を迎えてて、おじいちゃんは海の中で産み落とされたんだ。海の、うん。それからおじいちゃんはイルカに育てられて、あ、16歳になった頃には素手でカツオを捕まえられるぐらいの腕前に。その後おじいちゃんは陸に上がって人間の言葉や文化を学習し、いろいろあって沖浦水産を立ち上げることになったんだ。なんかの伝説かよ。そう、当時のおじいちゃんは生きた伝説、漁師や船乗りたちからも一目置かれるレジェンド的な存在だったんだ。だって私がいないときそのパソコンで変な動画見てるでしょ。変な動画って？ NTR がどうしたこうしたみたいな。バカ NTR じゃない、 NRT だ。成田空港に発着する旅客機の動画だよ。てかお前、人のパソコン勝手に触んじゃねえよ。届いてたカード会社からの督促状、その中に入れといたから。4年前、水木はよくあの中に隠れてお前のことを脅かしたよな。ああ、その度に俺は叱りつけて。だが最近じゃあもうそんな子供じみた遊びをすることもなくなった。実に喜ばしいことだ。そうかな。本当はちょっと寂しいと思ってるんじゃないか。なあ水木、冷蔵庫で飼ってる栗をね、いい加減どうにかしてくれないか。別にいいでしょ。よくないだろ。1匹や2匹だったらまだしも、すでに100匹近くいるんだぞ。しょうがないじゃん、繁殖しちゃったんだから。水木、話を聞かせてくれてありがとう。参考になったよ。参考になったか。俺は捜査を続けなきゃいけないから。待ってよ、また置き去りにするつもり？私も一緒に行く。ダメだ。なんで？お前を危険なことに巻き込むわけには。大丈夫だよ、だって私強いもん。私がどれだけの力を持ってるか伊達だって知ってるでしょ。っていうかそもそも私の能力を引き出してくれたの伊達自身じゃん。
前、それどうしたんだ。誰にやられた。クラスの男子とか女子とか全部で 5,6 人はいたかな。パパやママと一緒に暮らしてないなんておかしいってからかわれて、それで私言い返したら向こうの方から。そいつらの名前を教えろ。俺が半殺しにしてやる。伊達、その判断は浅はかだ。この種の問題に大人が介入したところで、その場しのぎの対症療法にしかならない。瑞希が自分自身の力で解決しない限り。瑞希、これから時間をかけてお前を特訓する。え？そいつらをぶちのめす力をお前に授けるってことだ。早速だが、今から始めるぞ。準備しろ。なんで神社？特訓といえば神社だろう。特訓といえば神社なの？こういう厳かな場所でやった方が気…まあ、なんでもいいけど。じゃあまずはお前が強くなるために必要な横の4つさえ守ればお前は誰にも負けないスーパーパワーを手に入れることができるだろう。なんかだってさっきからキャラ違くない？伊達ではない。修行中は師匠と呼べ。なんで？日々の生活を丁寧にこなすことが一番のトレーニングになるのだよ。適切な食事や生活リズムは強い肉体を形成する。さらに他人の気持ちを考え気を配りながら日常生活を送れ、喧嘩で相手の一手を先読みするのに役立つのだ。なるほどね。でもそれじゃあめちゃめちゃ不摂生をしてる伊達はめちゃめちゃ喧嘩が弱いってことにならない？風が出てきたな。いや、なんとなくかっこいいこと言ってもごまかされないから。喧嘩になったら相手の心を折るのが大切だみたいな話？いや、心を殺すのは瑞希。どういうこと？喧嘩の最中だけは自分の中から哀れみや情けの感情を殺すんだ。相手を一人の人間として考えたら、そもそも喧嘩なんかは不可能。敵と拳を交えるその瞬間だけは目の前のそいつをパンチングマシーンかこんにゃく人間だと考えるんだ。こんにゃく人間って？喧嘩をするには絶対に気持ちの面でも勝っておく必要がある。絶対に負けないぞってそういうこと？あ、そうだ。キャバクラに行く時と同じだな。店に行く前からどうせモテないってふてくされてたんじゃモテるもんもモテなくなる。勝負はもう店のドアノブに手をかけた瞬間から始まってるんだ。うん、確かにその通りだねってなるわけないじゃん。瑞希、誰にも負けない方法を知ってるか？え、そもそも喧嘩をしないとか？それも一つの回答だが、お前が今身につけるべきなのはそれ、誰にも負けない方法。それは先手を取ってその一発で相手を仕留めてしまうことだ。言ってることはわかるけど。もちろんそうしろと言っているわけではない。だがこのことを知っているかいないかで喧嘩の成果に大きな差が出る。それはいいんだけど、伊達のそのキャラマジで何なの？伊達ではない、師匠だ。とにかくこれら4つの極意を実践すればお前は強くなれるはずだ。眉唾だな。俺を信じろ。言う通りにしたら一月後には俺に感謝することになる。本当かな？どれ、その時のお前と比較するため今のお前の強さを見せてみろ。強さを見せるってどうやって？そうだな、一発パンチの振りでも見せてくれ。そうしたら大体のことはわかる。よくわからないけどとりあえずやってみるね。まずは目を閉じて意識を集中しろ。こう？そうだ。そして思い切り拳を突き出す。
え？どうだった？いや。気を使わなくてもいいよ。まだまだなのは分かってるから。そういえばなんだが、お前いじめっ子たちに殴り返しはしたか？ううん、私の方からは手出したって。相手はたくさんいたし、どうせ金一個ないって思ったから。そうか、こいつ自分の力に気づいてないのかみたいだな。瑞希、なんというか、そのもう少し自分に自信を持ってもいいと思うぞ。え？ただ師匠にだけは歯向かうなよ、絶対だからな。ああ、そうだな、確かにお前は恐ろしいぐらいに強い。じゃあ。だがダメだ、お前を捜査には連れていけない。どうして？どうしてもだ、沖浦から責任を持って預かった以上。ずるいよ、パパのこと出すの。イリスとオータも同じだ、そんなことは望んじゃいないはず。分かってくれ、もしもお前の力が必要になったらその時には言うから。本当に？ああ、約束だよ。約束だ。さあ行くぞ相棒。次はどこに？